女性消防団の秋山です。平田です。今回は12月28日に行われました年末警戒の模様をお伝えします。年末警戒とは毎年各地区ごとに行われているもので、火災予防のために行われています。それではご覧ください。今日からですね、年末警戒です、よろしく巡回、よろしくお願いします。おります。柱直れ直れ柱直れ。はい、今日からですね、年末警戒です、本当に非常に、寒くなっております、各地区に回りながら、また各分団消防団員にですね、この警戒の意義を唱えながら、また、巡回等を行ってほしいと思っております。また各地区においては、来年度の出初め式においても団員に伝えてほしいと思っております。無事に新年が迎えますように、皆さんの協力をお願いしたいと思います。終わります。はい、それでは準備でき次第出発したいと思いますので、運転を指示でお願いします。それでは巡回よろしくお願いします。分かれ。課長に柱中直れ。第6分団総員19名、現在18名。ただいま年末警戒中。
場なし。エンジンかけてください。異常なし。はい、今日はお疲れ様でございます。コロナ禍の中にですね、今日から3日間、警戒をですね、やっていただきます。住民の方もですね、安心して、正月を迎えられると思います。また3日ぐらい前からですね、だいぶ寒くなってきております。12月いっぱいですね、この寒さが続くと言われておりますので、体には十分注意されて、そして交通事故にもですね、注意されて警戒に当たってください。終わり。総務課長に頭中。直れ。皆さんこんばんは。本日から3日間年末警戒よろしくお願いいたします。今年度は、通常とは変わった形の年末警戒になりますが、住民の皆さんの安心安全、また新しい年を迎えれるように、志垣分団長の指揮のもとに、年末警戒に当たってください。また、年を明けて1月9日に、出初め式が、今年は通常通り行われますので、皆さんの元気な姿を、元気な姿で参加してください。終わります。副団長に柱直れ。直れ。年末で慌ただしいこの頃、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、お休み前には戸締まりとともに、今一度火の元を十分確認いたしましょう。また年末年始の交通事故防止運動が実施されております。年末年始は車の量も増えますので、事故を起こさないよう安全運転を心がけましょう。ただいま年末警戒中。それではエンジン始動お願いします。警戒で消防の皆さんがですね、頑張っていただいて、そして家族の皆さんもですね、この師走に隊員の方が時間を割いてもですね、そこにご理解をいただいているということで、私たちは本当に助かっています。まあ、そういう中でもですね、やはりこの時期の火事というのは発生する確率というのはやっぱ高いわけでございますので。ございますし、コロナ禍でですね、家の中にいらっしゃる方も大変多い、高齢者の一人暮らしも多いという、まあ、そういう時代です。ですので、これからですね、年末警戒の期間、大変ご苦労をおかけいたしますが、どうぞ日頃からのですね、その地域にのことをしっかり語られている皆さんにご協力いただいて、何もないこの年の瀬を過ごせればというふうに思っております。重ねてですね、
それぞれ皆さんのですね、健康の体調管理をしっかりしていただいて、どうか何もないこの令和3年が終わりますことをお願い申し上げまして、私からのご挨拶を返させていただきます。よろしくお願いいたします。気をつけ、こちら、あかん。はい、本当に今、風邪などにされないように、これからもですね、大変お疲れさんです。今ですね、遺品等もですね、ちゃんと管理されておりまして、安心したところです。この年末警戒もですね、団員の皆さんのご協力と、また家族の皆さんがですね、やはりこういうしっかり理解示していただいて、毎年毎年年の瀬をですね、地域の人たちが安心して過ごせているのではないかなと思います。重ねて、家族の皆さんにものご理解にお礼申し上げたいと思います。町といたしましては、このですね、10年間でできる限りのこの備品や、この当然消防車もそうで、積載車もそうでございますが、バックアップをしてまいりました。まだまだ足りないところたくさんあると思いますし、この地域を守るための活動に対してですね、引き続き私たちもバックアップしてまいりたいというふうに思っております。体に健康にですね、こう寒くなってきますので、どうぞこの年末警戒中気をつけていただいて、良いお年をですね、年をですね、迎えられますことを心からお願い申し上げまして、ご挨拶と返させていただきます。終わります。目付けこちら、はな、はな、お疲れ様です。年末警戒ということで、寒い中、お疲れ様でございます。また、日頃から地域住民の方々も安心安全の保護のために来ていただいております。大変ありがとうございます。これから3日間、年末警戒ということですけれども、非常に寒い中ですので、それぞれ体調管理、十分ご注意いただきながら、活動をよろしくお願いいたします。以上です。よっしゃー、うわっ、少し3日ぐらいで終わりますけれども、準備の方々をお越しいただきますように、準備するように
回点検も、どうでしたらしちゃったと思いますけども、いつまあちょっと、そういうのを繰り返しますので、十分にそのまま点検していきたいと思います。それから大事なのは、寒くなりますので、ボタンを発令して、電話付けたいと思っていただきたいと思います。お天気では何もありませんので、よろしくお願いします。頑張ります。よっしゃー。第4分団2部総員13名現在7名ただいま年末警戒中機械器具異常なし寄せ皆さんこんばんは。こんばんは。本年は、非常に寒い日が続いております。各地区の皆さん方も、火を使われることが大変多いと思います。本日から、年末特別警戒、30日までの3日間ではありますけれども年末にかけて、各地域の方々の巡回とよろしくお願いしたいと思います。そして、明るい年、新年を住民の方々笑顔で迎えられることを希望しようと思っております。また年が明けまして、9日の日に、通常通りの出初め式を挙行することになっております。寒い中ではございますけども、体に十分気をつけられまして、元気な姿で出初め式に臨んでいただきたいと思っております。大変寒い中ではございますが、よろしくお願いいたします。大変お疲れでございます。終わります。よっしゃー、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 南部部署から参りました松崎です。日々のお仕事をしながらの、消防団活動大変お疲れ様です。大変寒くなりましたが、住民の負託に応えられるようお体に気をつけて頑張ってください。以上です。わかれ。よいしょ。こちらは高森町消防団です。
ただいま年末警戒で巡回しております。年末で慌ただしいこの頃、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、お休み前には戸締まりとともに。寒い中大変お疲れ様です。今日から3日間年末警戒となっております。いつもと違うやり方で、大変だと思いますが、皆様一人一人が、ルールを守って、年末警戒に当たられてください。明けて9日、出初め式となっております。分団長統率のもと、規律の取れた通常点検を期待しています。じゃあよろしくお願いいたします。こちらは総務課長に頭長っ。直れ。第5分団総員27名事故なし、現団員24名ただいま年末警戒中。チーム連携。
人員と機材器具異常なし。ただいま年末警戒中。エンジン始動。南部分署から参りました松崎です。日々のお仕事に加えて消防団活動大変お疲れ様です。これからも寒くなってまいりますが、住民の負担に応え体に気をつけて頑張ってください。以上です。じゃあ願っ。消防団の皆さん、お疲れ様でした。皆さんも火災に注意し過ごしましょう。また、女性消防団の加入もお待ちしております。これで年末警戒についてのお知らせを終わります。